東谷由美さんとか数々の、有名芸能人ミュージシャンミュージシャンだってミュージシャンがパーソナリティを務めた番組、それをね私たちがやらせてもらえるなんて本当にもうみんなでお礼言いましょう。
ていたらしいんですが、でもやっぱりこう安住アナウンサーが泣いてくださったことで、なんかなんだろう、私たちのことをなんか少しでも知ってくださった方もいらっしゃったんじゃないかなと思って、なんかそれもちょっと嬉しかったなと思いましたし、なんか後でこうお話もさせていただいて、ちょっと泣いちゃったよって、本当に頑張ってねって言ってくださったので、なんか本当にそれもすごく嬉しくて、なんかまた安住アナウンサーとお会いできる機会があればいいなって思って、もっと頑張ろうって思いましたね。ご注意ください。ではここで一句、中西かなさん。え、コナー？